はい、ということでね、太郎くんが家に来たということで、太郎くん、じゃあ5本勝負で耐えましょう。いろいろ話しながら。じゃあね、まあ、いつもね、太郎くんのことボコボコにしてるけど、まあ、今回もボコボコにしちゃおうかな。いやいやいや。太郎くん、なんか反応して。俺なんか、悪者になってるから、俺今。いやいや、そんなことないですよって言って。嫌ですよ。ありがとう。なんかすごい無理やり感あるけど。あれ痛い。太郎くん、危ない。なんで危ない。太郎くん、僕の家までどんぐらいかかった？太郎くんの家から僕のモコツの家まで。もう忘れました。車で来たもんね。はい。車で来ました。車で、3時間とか。はい。どんぐらいから、あー、太郎くんまずいじゃない？危ねえ。まずいな、モコツさんの歌。やっぱやだ。太郎くん。5対0で負ける予感が。いや真の力を、真の力をギリギリの戦いしよう。真の力目覚めよう。真の力目覚めよう。マジか、パワーですね、これは。あ、おっと、すいません、パワーが出てしまいました。いやー、危ない。あ、屋根で囲んで。100当てて、55当てて。よし、マジか。いやー、まあ、ギリギリの方がね、2対2、ギリギリの方が、まあ間違いなく、いい戦い。うん、すごい、やっぱ感動する戦いをしたいからね、俺は。あえて負ける。オッケー。あー、強いな。よーしよしよし。まあ、これで一回、まあ、3対2にして、まあ、ここで僕がまた追い返すと。うん。やっぱ狙い通り。ね、狙い通りだったんですか。これもですか。痛い、これは違うな。違うんですか。よし、ここで、4対2にしていくと。そう、4対2にして、で、これちょっと本気出します。やばい。これ多分今ね、確定エース流れてます。危なかったでやんす。あべ。ここで撃つやんす。オッケー。で、これで、まあ、実はこれ、このマップバグってて、いや確か5対2なのが、確か4対2なんだよね。いや、5対2です。5対2ですよ。いや、違う、これね、これマップが本当にバグってんの、マジで。もう、ここでさ、じゃあ、太郎が、あと1回、太郎の勝ちですよ。だね、太郎くんあと1回勝ったら勝ち。で、俺あと3回勝ったら勝ち。そう。わかりました、ね。じゃあ、やろう。本当にね、これは申し訳ない。俺のマップの選択のミスや、これは。ね、多分ね、マップ作った人に怒られる、これ。俺、ガチで勝っていくよ。ん？後ろ？見ろ！痛いんじゃない？痛い。だ、そんな可愛い声出されたら俺倒しづらいんだけど。いや、絶対倒しづらいないですか。倒そうと今にもしてるじゃないですか。どうぞ。ああ、くしゃみが。あ、痛い。よし。痛いって言ってるじゃない。危ない。本当に今の壁の置くの忘れてた。で、これが。これで勘弁しましたか。で、ね、もう、ね、使わないでくださいよ、ズルを。
ないですよ、もう5回越してるんですよ。太郎6回勝ったんですよ。4が6に見えちゃうよこれ。だからもう1回やな、これは。ダメですよ、これ。次、もうこれ次勝ったらおかしいでしょ、もう。いや、ダメです、これ負けたって。太郎くん優しい男になろうぜ。こういう時負けるんだって。落ちましたよ。チート使ってるでしょ、チート。いや、使ってないですよ。待ってくださいね、待ってくださいね。タマくん、ごめん、冗談冗談冗談じゃないけど、もう与えちゃってるから。ちょっと、もこずさん、まあまあ、勝てたからいいでしょ。もこずさん、もうやんないでくださいね。ということでね、今日はですね、太郎くんが家に来たということで、まあ夏休みね、僕太郎くん、もうね、行くから、太郎くんの家、太郎くんの家行くって、もうお父さんに言ったもん、太郎くんの。まあ、知ってますよ、そりゃ。今回は太郎くんがね、PC を持って、僕の家に突入に来たということでですね、また次の動画か配信でお会いしましょう。チャンネル登録、高評価、通知をよろしくお願いします。ということで、よろしくお願いします。バイバーイ。